どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標1500人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは Do it yourself 第1話、 DIY ってどういうやつです。全く知らん。なんかでもツイッターで知ったんだったかな、なんか Do it yourself アニメ化みたいなやつは。アニメ化っていうか、なんだったっけ、こういうアニメが出るっていうのを知った感じだったかな。マジで何にも知らないんだよな。まあでもなんか女子高生と DIY っていう子で、どんな感じの、尺はでも30分のやつなんだよね。23分40秒って。まあ、百聞は一見にしかず。見るか。まあ、いつもより早いけど、もう見よう。なんかね、これはすごいワクワクする感じがするんだ。のんびりワクかな。本格的なやつなんか、日常系に近いやつかどうかわからんけど、まあ、見るわ。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どうすんだろう。なんだったかな？なんかね、早いやつはね、アベマで見れそうだったんだけど、D アニメストアがなんか、あったからもう D アニメストアで見る。ギリギリまで分かんなかったんだけどね。大丈夫、大丈夫だね。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。ドローンだ。ちょっと未来、ちょっと未来っぽくない？プリン。君がプリン。ブッダ。かわいい。のんびりしてんな。ほう、ユース。なんでプリン？セルフ。かわいい。ガタジョ。俺学校違うやん。のんびりしてんな。 DIY ってどういうやつ。ステップ1ね。
これ絵柄好きだわ俺。嘘やん、授業終わったのにも気づかんの。なんか、なんだこれ。今乗っ取らんかったか。乗っ取るやん、ほら。プリン。はあ、3D プリン。覚えとんな。顔認証。すげえ。俺セルフ好きだわ多分。何これ、クラゲ。バグったな。ねえ、俺これ 100% の自信あるんだけど、井上聞く声、絶対聞く声、17歳の声だ。発想力か。怯えとるやん。めっちゃ賞持ってんね。課題か。危ない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 。なんだそれ、すごい。
とはいい。なんで持ってんの工具。これすごいね。なんで六角持ってんの。すげえ。すげえ。いない。早い。スコンプ。かわいい。全部で。これいいな、マジ。欲しい。違う ぽいね。キツツキ。DIY 部。かわいい。 Do it yourself。 かわいい。これまあびっくりするような、そんなところ。かわいい。すっげえ、めっちゃ工具あるやん。いいな。
可能性ありそう。めっちゃ滑らかに動くなこれ。すげえ。初心者はミスるよ。そう。押しすぎなんだよ。あぶれ。あ、またおるぞ、プリン。まっそ。まあ、ミートは怖いよな。危ねえ。工作禁止。食べるんかい。かわいいな。指ごと。かわいい。怖えよな。ベンチ作るんじゃん。かわいい、かわいい。なんだお前は。
この字型だけ見えるんか。あら？あれ体験入部の。はい。はい。いいね、一個だけ曲がったネジ。ベンチを作れるように。ほ。やさぐれいってすごいな。やさぐれやろ。じじいが Yourself。 大工さん部。Yourself。 いいな。あら、プリンはいねえんだな。うわー、でもこれめっちゃ気になるね。あ、ほら、やっぱ井上喜久子って書いてあるやん。これいいな。ドキドキアイデアをよろしく。ガタジョ DIY 部。
誰かと一緒にやるってこと？ステップに。これ面白い。俺これ好きだわ。なんか絵の感じとかも結構好きだな、これ。いいな、いいよ、俺はこれ好きよ。いいわマジで。 DIY でその始まるあれでサブタイムをつけるんだろうな、これいいな。もうでもガタジョと湯煎で違うのに入部はできるのか。で、あのプリン、あーでもプリンいんな、おるやん。なんであれでプリンなんだ。プリン、プリンはなんでなんだ。ヤサグレイってすごいよな。絶対ヤサグレイやん。いやーでもやっぱ俺これ好き、マジで。これはいいな、これいいよ。バイトでさ、まあ、あの DIY っていうか、まあ、大工とかそういうのではないんだけどさ、引っ越し屋さんでバイトをしてた時に、あの配達の部門もあったの、そこの会社でね。基本的には物流の会社だったから、まあ、そこでメインは引っ越しとか、あの搬入とかだったんだけど、その中にあの無印良品の配達とかもあったりして、で普通だったらね、通常の無印良品だったら無印の店員さんが組み立てとかをやるんだよ本来は。なんだけどベッドとか棚とかね、そういうのって無印の店員さんがやるんだけど、もううちでやってたのよ、その会社で。もう、まあ、運ぶからついでにやってきますよみたいな。まあちゃんとその分の料金とかもあんだよ。なぜかうちがやらないといけないっていうのがあったんだけど、その時にあのね、使ってたプラスとマイナスと六角、マイナスはそんな使ってねえな。でもね、基本的に六角は使ってたんだよね。めっちゃ懐かしい気持ちになった。作業用ズボン買ってポケットに、カッターと作業用手袋とプラスはほとんど使った覚えねえな。六角は俺持ってたんだよね、専用のやつなんだよ、めっちゃ便利なやつ。なんかそれ思い出したわ。やさぐれパイセンがあの腰につけてたさ、あの工具入れのあれとか俺めっちゃ欲しかったんだよな。ずっと作業用のズボンに入れてたんだよね、ポケット6個ぐらいあるズボン、迷彩柄のやつ。やーべえ、めっちゃ楽しいこれ。これいいね。オタクたち今度DIY にハマる人が出んじゃねえの。いいよいいよ。ホームセンター俺大好きだからさ、ホームセンターのこと俺服屋って言ってるからね。作業用ズボンとかも最高だったもん。大学生の頃とか絶対これ見てとったらやばかったろうな。いやーこれはいいわ、和むね。いいよ、素晴らしい、大好きだこれ俺。まあ、今後も見ていくんでね、よろしくお願いします。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、Do it yourself 第1話 DIY ってどういうやつでした。ありがとうございました。ならね。